回目登板今永翔太3回4安打本塁打1に四球2失点5奪三振矢印これ。どうやコントロールミスったら軽くホームランにされるけど三振が取れてるからポジティブよりだろ。球軽いんか。三振も被弾も多い予想された通りの今永や。菊池の MLB1 年目とかもシーズン30本以上ホームラン打たれてたよな。やっぱ噂はとあんま変わんなくねえか。三振が取れる噂は、三振が多いと指標は稼げる。なおオープン戦防御率 8.44。大枚はたいてこれとか。セイバー芸人だけど日本での成績見れば見るほど大したことないよな。三振さえ取れればホームラン打たれてもいいと思ってるよね。山本由伸も打たれたからなまだわからん。山本も今永もこの時期は爪隠してるだけやで。アヘアヘヒショーマン。松井はどうなったん？怪我してそろそろ復帰。腰の張りで離脱してたけどブルペン投球再開するくらいには回復した。藤波の方が強そう。NPB ですらよく飛翔する微妙な球速のそこそこ制球力がある左投げ。これに5000万ドル払うのがようわからんわローテピーぐらいにはなれるって確信があるんか？やばいのは球数ちゃう2回で59近かったやろ。だてボールで1点台をやれないやつはメジャーじゃ無理よ。ウィップクソ悪そう。まあダメそう。脱三振だけで無駄に指導稼ぎそう。山本由伸も年俸ほどは働けないだろうし日本人投手の評価が下がる年になりそうだな。菊池雄星はチェンジアップが良くなってキャリアハイを叩き出しそうな雰囲気があるけど一発屋は相変わらずなのね。今永は防御率4点台くらいでローテ3、4番手でイニング稼いでくれたら成功やろ。山本由伸は金額的にサイヤング争いできなきゃ失敗やがもともと一流ではないしな。今のところ非本塁打率 3.00 ぐらいありそう。 NPB レベルでさえ聞こえてたから妥当か。